フリードリヒ一世は、ビュルテンベルクメンペルガルト博、後に、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルクメンペルガルト博ゲオルク一世と、ヘッセンホーハクフィリップ一世の娘バルバラとの間に、生まれ、1593年に、本家筋のビュルテンベルク公ルートビヒが、このないまま亡くなったので公爵位を継いだ。フリードリヒは、公爵位を相続する1年前の1592年に、 イングランドを訪れ、ウィンザーなど数都市に滞在した。この時彼は、女王エリザベス一世に対して、ガーター騎士団の騎士に助任してくれるよう繰り返し、嘆願した。フリードリヒが公爵位を継承した後、女王はフリードリヒ一世をガーター騎士にすることに同意したが、女王は彼を軽蔑していたためわざと彼に助任されることを知らせず、1597年の春に行われた。 主式にフリードリヒ一世は出席できなかった。この女任式のために、ウィリアム・シェークスピアは、ウィンザーの陽気な女房たちを執筆している。同作品にはある、ドイツ人の公爵のことが言及されるが、これはおそらく、フリードリヒ一世のことだと考えられる。1599年、フリードリヒ一世は、シュバルツバルトの最北端部に都市を建設するよう命令を出し、 この都市は、フロイデンシュタットと名付けられた。ビュルテンベルク公爵の居城をシュトゥットガルトから、自分の元の領地である、モンベリアル伯領に近い場所に移すことがこの、フロイデンシュタット建設の目的だったが、フリードリヒ一世が1608年に亡くなって、首都移転計画は頓挫した。フリードリヒ一世の死後、長男のヨハンフリードリヒが、ビュルテンベルク公爵家の家督を引き継いだほか、 下の4人の息子たちもそれぞれ分量を与えられた。1581年に、アンハルト公、ヨアヒムエルンストの娘ジビルラと結婚し、間に15人の子女を設けた。ありがとうございます。